アフリカ食虫類は分子系統から提案された哺乳類のクレードである。アフリカコウムシ類とも訳す。ここに分類される多くの目はかつて食虫目とされていたが、現在ではこの目は多系統群と考えられている。このクレードは分子生物学的な研究成果のみに基づいたものであって、形態学的な根拠はない。キンモグラやテンレックがこのクレードに属する。他にも、 カネジネズミやツチブタはこのクレードに含むとする人もいる。アフリカ食虫類に近い分類として、同様にかつてアリヒズメ類とされてきたン・ヒズメ類がいる。アフリカ獣上目のクレードの中では、アフリカ食虫類がン・ヒズメ類と最も近い分類である。形態学に基づいた分類では、ン・ヒズメ類は、ユウヒズメ類と同一視され、 アフリカ食虫類とは禁煙性がなくなる。しかし DNA 分析による分類は、形態的な分類よりも根源的なものだと考えられている。ローズ、ケネス・デビッド・アーチボード、J ・デビッド・ザ・ライズ・オブ・プラセントル・マーマルズ、オリジンズ・アンド・リレーションシップス・オブ・ザ・メジャー・エクステント、クリデス、ジャフ・プレス、P65、ISBN 080188022X。ありがとうございます。